みなさんこんにちは、ハブブンチャンネルのペット、キツネです。私です。今日はイオンに行ったところにアナップ、かわいい私が好きな大人っぽいお店があったので、そこに行ってみました。そしたら本当にかわいいものがいっぱいあったので、そちらを紹介したいと思います。店員さんもすっごく優しかったです。足もすごい、しかもかわいいの、いいなって思いました。ではまず1つ目、あ、袋に入ってますね。ではそれ、じゃん、これがリバーシブルの上着です。本当にかわいいです。で、ここが本当に可愛いと思って、ここ英語ついてるんですよ。それでここにも英語がついてるし可愛くって、これですか、これこれですよ。このなんかついてるやつありますよね。これも可愛いですよ。しかもここにちょっとボタンがついてあって、中ももかもかで可愛くて、店員さんが言ってくれたんですけど、この黒のあ、かっこいい系では黒ので、ちょっとかわいい系ではこれを裏返して、こんな感じでモコモコの系にもできるんですよ。本当にこれかわいくって、もうそれでお値段が3900円です。リバーシブルなのでモコモコの方にしてみます。はい、こちらです。こちらがチョコついて、あ、こちらがまたチョコついてポケットになって、本当に可愛くて、中もこんな感じで、見えるかな、みんなこんな感じでモコモコなんですよ。なんか入れやすそう、モコモコで。それでここにもポケットがあります。はい、ここにね。なので可愛く着るにはこのモコモコです。で、かっこよく着るには後ろの着る、後ろの黒を着ます。黄色、じゃあちょっと待っててくださいね。はい、こんな感じです。かわいいでしょ、もふもふ。フードもかぶってみました、かわいい。はい、ポーズ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 。帽子を取るとこんな感じ。フードは取り外し可能です。では次、裏返ししてみます。はい、どうでしょう。目が見えなかった。フードを取るとこんな感じです。めちゃくちゃ暖かいです。中がもうだから、今年の冬はこれで過ごせそうです。以上、上着でした。次がこちらです。ナップって書いてあるトレーナーです。後ろをほっ、待って、後ろは本当に可愛いんですよ。じゃじゃん、ほら英語が書いてあります。かっこいいでしょ。で、肩の部分には白が書いてあります。私は L サイズを買いました。ちょっとダボっと着る感じです。で、ここがキュッとなっています。ちょっとかっこよく着こなせたいと思います。これもシノが選びました。あ、忘れてました、こちらのお値段が2500円でした。本当にかわいい、ママありがとう、とうとう。はい、次はこちら、長袖です。ちょっと薄いです。で、ここに英語が書いてあって、後ろにも英語が書いてあって、こちらは1900円でした。で、なんと前の部分のここにダメージとして穴が開いています。ここはおしゃれなプリントですって言ってました。あと、お尻にもあります。ここの英語がアナップって書いてあるんですが、真ん中の文字は反対になっています。これはおしゃれなんですかね。早く着るのよ、楽しみです。なんか全部後ろに文字とか書いてあるね。後ろから見てもおしゃれさんだね。戻るんですよ。じゃじゃん、こちらです。ちょっと剥がします。
ここはカットで。はい、次は違う色なんですけど、こちらはロンティーです。で、ここに英語が書いてあったりします。で、本当に可愛いのが後ろにも英語が書いてあったりして、あ、待って、ちょっと見えてませんでした。で、後ろには英語が書いてあって、前には紫の英語も書いてあって、で、これはちょっと丈が長いロンティーなので、腰と お尻あたりにこの文字が当たります。可愛い。今回はトップスだけでした。でも4つを買ってもらえたので大満足です。シノはね、去年の着れなくなっちゃったんですよ。長袖のもこんなにピチピチになったり、たまにこういうのもありました。なかったけどね。で、こちらお値段が1500円でした。合ってる？はい、よかった。これもいろんな色があったんですけど、すごい悩んだんですけど、これが一番いいなと思って買ってもらいました。以上です。ということで、今日はアナプさんの紹介を終わります。皆さん、風、今ちょっと寒い時期なので風邪じゃないですか。私はちょっと鼻声です。鼻声だし、ちょっと鼻水も出たりします。これから乾燥する季節なので、お互い気をつけましょう。TikTok、インスタ、Twitter、フォローお願いします。チャンネル登録も押してね。それではまた、バイバイ。